こんにちは、長山です。こちらの動画では USB ハブで端子を増設する方法について解説します。よろしくお願いします。まず USB 端子とは何かということなんですが、パソコンと周辺機器を接続するための配線でして、こちらの配線がですね、主に使われているものとなります。はい、それでですね、 USB ハブの種類ですが、セルフパワータイプとバスパワータイプというのがありまして、よく使うのがですね、バスパワータイプの方になると思います。でですね、セルフパワータイプの場合ですね、こちらのようなですね、電力を大きく使うものの方がよろしいかと思います。はい、次にですね、 USB の規格なんですが、こちら 2.0 と 3.0 というものがありまして、端子に色がついてですね、形状が違うものがあるので、購入の際にですね、パソコンの端子などをご確認の上購入されるのがよろしいかと思います。ということでですね、こちら動画を終わります。ありがとうございました。